ボンジューマドモゼル、おっと逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。貴様、なんだこの姿は。お召し物は俺様セレクションでコーディネートさせていただいた。感謝しろ。ふざけたことを。待っていろ、すぐに消しに行ってやるわ。悪くないな。すぐ楽にしてやるよ。私のすべて見せてあげるわ。レディーゴー。ミステリアスさなら私の圧勝のようね。おおあの声、いつぞやのハエだな。こんなことするような性格だったのか。レディーゴー。面白い。ここって夢の世界なの？でもクーラの夢じゃないしな。そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッドバーザーは我がコレクションとなるのだ。楽にしてやるよ。ビビッピー、ビッピー、レディー、ゴー。ダメーの。交代だよ。
X だ。ヤガミンではない。違う、ミス X だ。イオリンでもない。なぜこんな格好に。許さんぞ。すぐ楽にしてやるよ。私に任せてくれたまえ。レディーゴー。ナイフは俺だ。みんないつもと違って変な服だね。ウォンチューすぐ楽にしてやるよ。ヘイカモン、レディーゴーキッド。おいだにその趣味があったとはな。いや、そんなわけないな。貴様も大変だな。そもそも私を連れてきてどうするですわ。すぐ楽にしてやるよ。レディーゴー。邪魔。ナイスパス。行くぞ。さあ。遊びは終わりさ。やっきな、叫びな、そして
違う、血の暴走ではない、暴走しているのは別の何かだ。なんだかもう飽きてきた、早く帰りたい。ここまでは予定通り、残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。見つけた、血の海に沈む覚悟はできているのだろうね。やれるものならやってみろ。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け叫べ、震え上がれ、オープンミューゼック。泣き叫び、そして死ぬのは貴様だ。すぐ楽にしてやるよ。砂丘に没せよ。レディーゴー。ねえな。交代だよ。行くよ。レッツゴー。せなら何でも叶う札でも準備しておけ。この世界で俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ認識ないようだ。
しい日だって調子よく手を引いてはしゃいだりわがままばかりで呆れられちゃったり喋る間もないくらい喋ってたり聞きたがってたよねいろんなところ話してたの全部覚えてる本当は知りたくて仕方がないんだよ君の好きな場所好きな私も星の数くらい二人交わした夢全てが心飾るドレスになる君がまた知らないヒロインになりたいんだ